S660 S は、ホンダ技研工業が開発、販売する軽自動車企画の二人乗りオープンスポーツで、ある。ホンダ技研工業が開発したモデルとしては、1996年に販売を終了したビート以来、約19年ぶりに復活した、軽規格の2シーターオープンスポーツカー。高い旋回性能にこだわり、駆動方式にミッドシップエンジンリアドライブレイアウトを、 採用するとともに手軽にオープンエアドラインビングを楽しめるよう脱着式ソフトトップロールトップを装備したエクステリアは次世代電動スモールスポーツコンセプトモデルとして2011年の第42回東京モーターショー2011で公開されたホンダ EV スターをもとに軽自動車用に再デザインし2013年の 第43回東京モーターショー2013で公開されたホンダ S660 コンセプトのイメージを受け継ぐデザインとしている。なお、生産はホンダオートボディにて行われている。企画そのものはホンダ技術研究所設立50周年を記念し、社内で新商品企画提案が開催されたことに端を発し、 応募総数約800件の中から第1位に選ばれたムク本領の案が原案となっているが、1988年生まれのムクボンは、常実のビートに対するリメイクが一切ない状態で、企画を提案した。入社4年目だったムクボンは常実の経緯から、2011年に S660 の LPL に、史上最年少で選出された。ムクボンは、 モデラー部門在籍ゆえにエンジニアの経験がないため LPL 代行として LPL や PL 経験のある3名のベテランエンジニアをバックアップに当てたもののそれ以外の開発 PL は平均年齢30代のメンバーで構成されている2022年3月をもって製造・販売が終了されるエンジンは NBOX をはじめとする N シリーズに搭載される S07A S 型ターボエンジンをベースに、新設計のターボチャージャーを採用した改良系を搭載。トランスミッションは、エンジンパワーを最大限に活用するため、ワイドレンジクロスレシオに設定した、軽自動車発の6速 MT を新開発。さらに、スポーツモードへ、切り替えが可能な7速パドルシフト付け CVT を設定した。9、排気音。 ターボチャージャー作動音、アクセルオフ時に、下級圧を解放する、ブローオフバルブ音などに、独自のサウンドチューニングを施すことにより、スポーツカーならではのエンジンサウンドを実現している。CVT 車には、アイドリングストップ機構を装備することで、JC08 モード走行燃料消費率において6。 MT 車が 21.2kmL に対し CVT 車は 24.2kmL u 数値を WLTC モード走行燃料消費率において CVT 車が 20.0kmL に対し 6MT 車は 20.6kmL u 数値を実現している。シャシーはミッドシップエンジンリアドライブレイアウトの採用により前後重量配分を45 55とし完成モーメントの最小化とトラクション性能の向上を図った。サスペンションは前後ともストラット式を採用。また軽自動車としては初となる電子制御システムアジャイルハンドリングアシストを採用。車体の動きに応じたコントロールにブレーキ制御を活用することでコーナリング時に狙ったラインをトレースしやすく。 少ないステアリング操作でスムーズな車両挙動を実現する機能である。ボディ形状は脱着式ソフトトップ、ロールトップを備えたオープンボディとし、ロールトップを外した状態でもシート背後のロールバーが残るタルガートップ風のデザインを採用。ボディフォルムは絞り込んだアッパーボディと大きく張り出させたディアフェンダーによりワイド感とともに、 タイヤが地面を踏みしめる踏ん張り感を表現している。フロントビューはホンダ車共通のデザインモチーフ、ソリッドウィングフェイスを採用。また、ボディサイドには鋭いキャラクターラインが刻まれるとともに、フロントフェンダーにはエアアウトレット、リアフェンダーにはエアインレットが設けられ、MR レイアウト車らしいデザインを強調した。キャビン後方のエンジンフードは運転席。 助手席につながるようなコブ状のデザインを採用し、マフラーはボディの中心部にレイアウトした一本出し仕様としている。なお、ベーシック仕様のベータと上級タイプのアルファでは、細部デザインが多少異なり、アルミホイールのカラーリングは、ベータがシルバー、アルファがブラックシルバーとなるほか、フロントフェンダー後方のサイドマーカーランプも、ベータがアンバー色、アルファがクリアタイプとなる。 インテリアはドライバーの着座姿勢やヒップポイント、アクセルやブレーキペダルの位置を最適化し車との一体感を追求。ホンダの市販車としては最小型となる D シェープ形状のファイ 350mm のステアリングホイールやヒールツがしやすいペダルレイアウトを採用している。またオープン走行を一年中楽しめるようももから腰にかけて 風を送り込めるエアアウトレットを新設したミッドモード付けフルオートエアコンディショナーや風の流れを調節する昇降式のパワーアリアウィンドウを装備した。シートには運転席と助手席でシートカラーが異なるアシンメトリーカラースポーツレザーシートをメーカーオプションで用意した。走行性能とともに衝突安全性能の向上のため、 直線滑らかな曲線で構成したボディ骨格、一線入コンボディを採用し、オープンボディにおける、光合成、高強度化と軽量化を両立を図った。また、ロールオーバー対策では、北米放棄を参考にし、ホンダ独自の車内基準を設定。フロントピラーとセンターピラーに補強材を追加することで、上員保護性能を高めている。 パッシブセーフティ性能では、運転席、助手席 ISRS エアバッグシステムに加え、I、サイドエアバッグシステムを、標準装備。特に、助手席用 ISRS エアバッグシステムには、従来よりも長い時間内圧を保持することが可能な、内圧保持式、エアバッグシステムを、世界初採用とした。また、アクティブセーフティ面では、ベッサや、ヒルスタートアシスト機能に加え、 急ブレーキ時に後続車へ注意を促すエマージェンシーストップシグナルを全タイプに標準装備。さらに時速 30km 以下での追突防止を支援するシティブレーキアクティブシステムをメーカーオプション設定とした。ありがとうございます。